ううん、私もびっくりして。したら小さい本が間に入ってるでしょ。その上に大きな本を載せたらまた崩れちゃうよ。片付けてるの？崩れたらびっくりするっていうか、そのそれにただ本を積んでるだけじゃ本にも悪いしかわいそうだし、そのダメですか？ければこの中で取っておくものと捨てるものに分けてもらえる？全部取っておくっていうのはなしだよ。気持ちはわかるけど、思い切らないと
お部屋は綺麗にならないんだよ。どうしても必要なものはそこだけ切り取ってファイルに入れておくといいよ。頑張ろう。この本はどうしよう。はい。あれ？あんなところにも本がある。うっしょ。
あの私、ちょっとびっくりしちゃって。こんなの見たの初めてだったから大丈夫大丈夫。男の人がこういうの見るの当たり前だもんね。なるみくんが謝ることないよ。私こそ、その勝手なことして見られたくないものだったのに、ごめんなさい。苦しい。嬉しい。今、私のことはるかって、それでぎゅーって嬉しい。
夢だったから。大好きな人に名前で呼んでもらうの。よかった、それが成美くんで。高雪くん、嬉しい。ううん、はい、わかりました。私も頑張ろう。そんなわけにいかないよ。邪魔なんだからさ。いい加減に起きてよ。それはこっちのセリフよ。一体何回同じこと繰り返せば学習してくれるわけ？ったく。ほら、早くカバン持って外出てってよ。掃除できないでしょ。
そうよ、掃除の邪魔だから早く出てって。321。はい。平くん、知らないわよ。帰っちゃったんじゃないの？とにかく早くどいて。今日は早く帰りたいんだから。今日は休み。だから早く帰りたいんじゃない。たまの休みを邪魔しないで。ねえ。CD やって立花町？じゃあ一緒に行こう。廊下で待っててよ。お待たせ。何？
まあそうだけど、別に特に意味ないよ。ねえねえ、なるみくんってさ、一人暮らしとか言ってたっけ？うらやましいなあ。私もしてみたいよ。普段の君見てるとそんな感じするよ。時間余ってるって。私たち一応受験生なんですけど。でもなるみくん進学でしょ？どこ志望？白陵大は行かないんだ。ひどいよね。まあ徹夜で勉強しなくても進路が決まるって意味ならすごいことなんじゃない？でもさ、努力、根性、そして記録の世界でずっとやれる自信ある？その実力、オリンピック目指せんの。